愛武、梶井元次郎。猫の耳というものは、まことにおかしなものである。薄べったくて、冷たくて、タケノコの皮のように、表に獣毛が生えていて、裏はピカピカしている。硬いような、柔らかいような、何とも言えない、一種特別の物質である。私は、子供の時から、猫の耳というと、一度、切符切りで、パチンとやってみたくてたまらなかった。これは、残酷な空想だろうか。いな。全く猫の耳の持っている、一種不可思議な示唆力によるものである。私は、家へ来たある近言な客が、膝へ上がってきた子猫の耳を、話をしながら、しきりにつねっていた光景を忘れることができない。このような疑惑は、思いのほかに執念深いものである。切符切りでパチンとやるというような、時期に類した空想も、思い切って行為に移さない限り、我々の安入意の中に、外観上の年齢をはるかに長く生き延びる。とっくに分別のできた大人が、今もなお熱心に、厚紙でサンドイッチのように挟んだ上から、一思いに切ってみたら、こんなことを考えているのである。ところが、最近、ふとしたことから、この空想の致命的な誤算が暴露してしまった。元来、猫はウサギのように、耳で吊り下げられても、そう痛がらない。引っ張るということに対しては、猫の耳は奇妙な構造を持っている。というのは、一度引っ張られて破れたような痕跡が、どの猫の耳にもあるのである。その破れた箇所には、また巧妙な継ぎが当たっていて、全くそれは創造説を信じる人にとっても、進化論を信じる人にとっても、不可思議な滑稽な耳たるを失わない。そして、その次が耳を引っ張られる時の緩めになるに違いないのである。そんなわけで、耳を引っ張られることに関しては、猫は至って平気だ。それでは、圧迫に対してはどうかというと、これも指でつまむくらいでは、いくら強くしても痛がらない。先ほどの客のように、つねってみたところで、ごく稀にしか悲鳴を発しないのである。こんなところから、猫の耳は、不死身のような疑いを受け、ひいては、切符切りの危険にもさらされるのであるが、ある日、私は猫と遊んでいる最中に、とうとうその耳を噛んでしまったのである。これが私の発見だったのである。噛まれるや否や、そのくだらない奴は、直ちに悲鳴を上げた。私の古い空想はその場で壊れてしまった。猫は耳を噛まれるのが一番痛いのである。悲鳴は最もかすかなところから始まる。だんだん強くするほど
だんだん強く鳴く。クレッシェンドのうまく出る、なんだか木琴楽器のような気がする。私の長らくの空想は、核のごとくにして消えてしまった。しかし、こういうことには、キリがないと見える。この頃私は、また別なことを空想し始めている。それは、猫の爪をみんな切ってしまうのである。猫はどうなるだろう。おそらく彼は死んでしまうのではなかろうか。いつものように彼は木登りをしようとする。できない。人の裾をめがけて飛びかかる。違う。爪を研ごうとする。何にもない。おそらく彼はこんなことを何度もやってみるに違いない。その度にだんだん今の自分が昔の自分と違うことに気がついてゆく。彼はだんだん自信を失ってゆく。もはや自分がある高さにいるということにさえ、ブルブル震えずにはいられない。落下から常に自分を守ってくれていた爪がもはやないからである。彼はよたよたと歩く別の動物になってしまう。ついにそれさえしなくなる。絶望。そして絶え間ない恐怖の夢を見ながら、物を食べる元気さえ失せて、ついには死んでしまう。爪のない猫。こんな頼りない哀れな心持ちのものがあろうか。空想を失ってしまった詩人。挑発性痴呆を陥った天才にも似ている。この空想はいつも私を悲しくする。この全き悲しみのために、この結末の妥当であるかということさえ、私にとっては問題ではなくなってしまう。しかし、果たして、爪を抜かれた猫はどうなるのだろう。目を抜かれても、髭を抜かれても、猫は生きているに違いない。しかし、柔らかい足の裏の鞘の中に隠された、鍵のように曲がった、合い口のように鋭い爪。これが、この動物の活力であり、知恵であり、精霊であり、一切であることを、私は信じて疑わないのである。ある日、私は奇妙な夢を見た。X という女の人の資質である。この女の人は平常可愛い猫を飼っていて、私が行くと抱いていた胸からいつもそいつを離してよこすのであるが、いつも私はそれにへきへきするのである。抱き上げてみると、その子猫には、いつもかすかな香料の匂いがしている。夢の中の彼女は、鏡の前で化粧していた。私は、新聞か何かを見ながら、ちらちらそちらの方を眺めていたのであるが、あっと驚きの小さな声を上げた。彼女はなんと、猫の手で、
顔へおしろいを塗っているのである。私はぞっとした。しかしなおよく見ていると、それは一種の化粧道具で、ただそれを猫と同じように使っているんだということがわかった。しかしあまりにそれが不思議なので、私は後ろから尋ねずにはいられなかった。それ何です？顔をこすっているもの。これ？夫人は微笑みとともに振り向いた。そしてそれを私の方へ放ってよこした。取り上げてみると、やはり猫の手なのである。一体これどうしたの？聞きながら私は、今日はいつもの子猫がいないことや、その前足がどうやらその猫のものらしいことを先行のように了解した。わかっているじゃないの。これはミュルの前足よ。彼女の答えは平然としていた。そしてこの頃外国でこんなのが流行るというので、ミュルで作ってみたのだというのである。あなたが作ったのかと内心私は彼女の残酷さに舌を巻きながら尋ねてみると、それは大学の以下の小遣いが作ってくれたというのである。私は以下の小遣いというものが解剖の後の死体の首を土に埋めておいてドクロを作り、学生と秘密の取引をするということを聞いていたので、非常に嫌な気になった。何もそんな奴に頼まなくたっていいじゃないか。そして女というものの、そんなことにかけての無神経さや残酷さを今さらのように憎み出した。しかしそれが外国で流行っているということについては、自分も何かそんなことを婦人雑誌や新聞家で読んでいたような気がした。猫の手の化粧道具。私は猫の前足を引っ張ってきて、いつも一人笑いをしながらその毛並みを撫でてやる。彼が顔を洗う前足の横側には、毛足の短い絨毯のような毛が密生していて、なるほど、人間の化粧道具にもなりそうなのである。しかし私にはそれが何の役に立とう。私はごろっと仰向きに寝転んで、猫を顔の上へ上げてくる。二本の前足をつかんできて、柔らかそうなその足の裏を一つずつ私のまぶたにあてがう。心よい猫の重量、温かいその足の裏、私の疲れた眼球にはしみじみとしたこの世のものでない休息が伝わってくる。子猫よ、五章だからしばらく踏み外さないでいろよ。お前はすぐ爪を立てるのだから。レモン、梶井元次郎。得体の知れない不吉な塊が私の心を終始押さえつけていた。
焦燥と言おうか、嫌悪と言おうか。酒を飲んだ後に二日酔いがあるように。酒を毎日飲んでいると、二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した肺腺カタルや神経衰弱がいけないのではない。また背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も、辛抱がならなくなった。蓄音機を聞かせてもらいにわざわざ出かけて行っても、最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私をいたたまらずさせるのだ。それで終始私は町から町を浮浪し続けていた。なぜだかその頃、私はみすぼらしくて美しいものに強く引きつけられたのを覚えている。風景にしても、壊れかかった街だとか、その街にしても、よそよそしい表通りよりも、どこか親しみのある汚い洗濯物が干してあったり、ガラクタが転がしてあったり、むさ苦しい部屋が覗かれていたりする裏通りが好きであった。雨や風が蝕んで、やがて土に帰ってしまう、といったような趣のある町で、土塀が崩れていたり、家並みが傾きかかっていたり、時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったり、カンナが咲いていたりする。時々私は、そんな道を歩きながら、ふと、そこが京都ではなくて、京都から何百里も離れた、仙台とか長崎とか、そのような市へ今自分が来ているのだ、という錯覚を起こそうと努める。私は、できることなら、京都から逃げ出して、誰一人知らないような市へ行ってしまいたかった。第一に、安静。がらんとした旅館の一室。正常な布団。匂いのいい蚊帳と、糊のよく効いた浴衣。そこで、一月ほど、何も思わず横になりたい。願わくは、ここがいつの間にかそんな死になっているのだったら。錯覚がようやく成功し始めると、私はそれからそれへ想像の絵の具を塗りつけてゆく。何のことはない。私の錯覚と壊れかかった町との二重写しである。そして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ。私はまたあの花火というやつが好きになった。花火そのものは第二弾として、あの安っぽい絵の具で赤や紫や黄や青や、さまざまな模様を持った花火の束。中山寺の星下り、花合戦、枯れすすき、それから
ネズミ花火というのは、一つずつ輪になっていて、箱に詰めてある。そんなものが、変に私の心をそそった。それからまた、ビードロという色ガラスで、タンや花を打ち出してあるおはじきが好きになったし、南京玉が好きになった。またそれを舐めてみるのが、私にとって何とも言えない享楽だったのだ。あのビードロの味ほど、かすかな涼しい味があるものか。私は幼い時、よくそれを口に入れては、父母に叱られたものだが、その幼児の曖昧記憶が大きくなって落ちぶれた私に蘇ってくるせいだろうか。全くあの味には、かすかな爽やかな、なんとなくシビといったような味覚が漂ってくる。察しはつくだろうが、私にはまるで金がなかった。とはいえ、そんなものを見て、少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには、贅沢ということが必要であった。二銭や三銭のもの、といって贅沢なもの、美しいもの、といって無気力な私の触覚にむしろこびてくるもの、そういったものが自然私を慰めるのだ。生活がまだ蝕まれていなかった以前私の好きであったところは、例えば丸善であった。赤や木のオードコロンやオードキニン、洒落た切り子細工やレンガなロココ趣味の浮き模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶、キセル、小刀、石鹸、タバコ。私はそんなものを見るのに小一時間も費やすことがあった。そして結局、一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。しかしここももう、その頃の私にとっては、重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定代、これらは皆借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。ある朝、その頃私は、甲の友達から乙の友達へというふうに、友達の下宿を転々として暮らしていたのだが、友達が学校へ出て行ってしまった後の空虚な空気の中に、ぽつねんと一人取り残された。私はまた、そこからさまよい出なければならなかった。何かが私を追い立てる。そして町から町へ、先に言ったような裏通りを歩いたり、駄菓子屋の前で立ち止まったり、乾物屋の干しエビや棒ならや湯葉を眺めたり、とうとう私は二条の方へ寺町を下がり、そこの果物屋で足を止めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物屋固有の美しさが最も露骨に感じられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、
その台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい荒れっ黒の流れが見る人を石に化したというゴルゴンの鬼面的なものを差し付けられて、あんな色鮮やかなボリュームに凝り固まったというふうに果物は並んでいる。青物もやはり奥へ行けば行くほどうず高く積まれている。実際あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかった。それから水につけてある豆だとかくわいだとか、またそこの家の美しいのは夜だった。寺町通りは一帯に賑やかな通りで、といって感じは東京や大阪よりはずっと住んでいるが、飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ている。それがどうしたわけか、その店頭の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので暗いのは当然であったが、その隣家が寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのははっきりしない。しかしその家が暗くなかったら、あんなにも私を誘惑するには至らなかったと思う。もう一つはその家の打ち出した日差しなのだが、その日差しがまぶかにかぶった帽子の日差しのように、これは形容というよりも、おや、あそこの店は帽子の日差しをやけに下げているぞと思わせるほどなので、日差しの上はこれも真っ暗なのだ。こう周囲が真っ暗なため、店頭につけられたいくつもの電灯が周囲のように浴びせかける絢爛は、周囲の何者にも奪われることなく欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の電灯が細長い螺旋棒をキリキリ目の中へ差し込んでくる往来に立って、また近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物屋の眺めほど、その時々の私を面白がらせたものは寺町の中でも稀だった。その日私はいつになくその店で買い物をした。というのはその店には珍しいレモンが出ていたのだ。レモンなどごくありふれているが、その店というのも三つぼらしくはないまでも、ただ当たり前の八百屋に過ぎなかったので、それまであまり見かけたことはなかった。一体私はあのレモンが好きな。レモンイエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの竹に詰まった防水系の格好も、結局私はそれを一つだけ買うことにした。それからの私はどこへどう歩いたのだろう。私は長い間街を歩いていた。終始私の心を押さえつけていた不吉な塊が、それを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて、私は街の上で非常に幸福であった。あんなにしつこかった憂鬱がそんな物の一家で紛らされる。あるいは不審なことが逆説的な本当であった。
それにしても心というやつは、なんという不可思議なやつだろう。そのレモンの冷たさは、例えようもなくよかった。その頃私は、配線を悪くしていて、いつも体に熱が出た。事実、友達の誰彼に、私の熱を見せびらかすために、手の握り合いなどをしてみるのだが、私の手のひらが誰よりも熱かった。その熱いせいだっただろう。握っている手のひらから身内に染み渡っていくようなその冷たさは、心よいものだった。私は何度も何度もその果物を鼻に持って行っては嗅いでみた。それの産地だというカルフォルニアが想像に上がってくる。漢文で習った梅感謝の言の中に書いてあった鼻を打つという言葉がキレギレに浮かんでくる。そして深々と胸いっぱいににおやかな空気を吸い込めば、ついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔には、温かい血のほとぼりが昇ってきて、なんだか身内に元気が目覚めてきたのだった。実際、あんな単純な霊覚や触覚や嗅覚や視覚が、ずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて、私は不思議に思える。それがあの頃のことなんだから。私はもう往来を軽やかな興奮に弾んで、一種誇りかな気持ちさえ感じながら、美的消息をして、街をかっ歩した詩人のことなどを思い浮かべては歩いていた。汚れた手ぬぐいの上へ乗せてみたり、マントの上へあてがってみたりして、色の反映を測ったり、またこんなことを思ったり。つまりは、この重さなんだな。その重さこそ常々尋ねあぐんでいたもので、疑いもなくこの重さはすべての良いもの、すべての美しいものを重量に換算してきた重さであるとか、思い上がった懐逆心からそんな馬鹿げたことを考えてみたり、何かがさて私は幸福だったのだ。どこをどう歩いたのだろう。私が最後に立ったのは、丸善の前だった。平常あんなに避けていた丸善が、その時の私には、やすやすと入れるように思えた。今日は、一つ入ってみてやろう。そして私は、ずかずか入っていった。しかしどうしたことだろう。私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。香水の瓶にも、キセルにも、私の心はのしかかって行かなかった。憂鬱が立て込めてくる。私は歩き回った疲労が出てきたのだと思った。私は画本の棚の前へ行ってみた。画集の重たいのを取り出すのさえ、常に増して力がいるな、と思った。しかし私は、一冊ずつ抜き出しては見る。そして、開けては見るのだが、克明にはぐってゆく気持ちは、さらに湧いてこない。しかも呪われたことには、
また次の一冊を引き出してくる。それも同じことだ。それでいて、一度バラバラとやってみなくては気が済まないのだ。それ以上はたまらなくなって、そこへ置いてしまう。以前の位置へ戻すことさえできない。私は幾度もそれを繰り返した。とうとうおしまいには、日頃から大好きだったアングルの橙色の重い本まで、なお一層の耐え難さのために置いてしまった。なんという呪われたことだ。手の筋肉に疲労が残っている。私は鬱になってしまって、自分が抜いたまま積み重ねた本の群れを眺めていた。以前はあんなに私を引きつけたが本が、どうしたことだろう。一枚一枚に目をさらし終わって後、さて、あまりに尋常な周囲を見回す時のあの変にそぐわない気持ちを、私は以前には好んで味わっていたものであった。ああ、そうだそうだ。その時私は、たもとの中のレモンを思い出した。本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて、一度このレモンで試してみたら。そうだ。私にはまた、先ほどの軽やかな興奮が返ってきた。私は手当たり次第に積み上げ、また慌ただしく潰し、また慌ただしく築き上げた。新しく引き抜いて付け加えたり、取り去ったりした。奇怪な幻想的な城が、その度に赤くなったり、青くなったりした。それは、やっと出来上がった。そして、軽く踊り上がる心を制しながら、その城壁の頂に、恐る恐るレモンを添えつけた。そして、それは出来上がった。見渡すと、そのレモンの色彩は、ガチャガチャした色の階調を、ひっそりと防水系の体の中へ吸収してしまって、カーンと冴え返っていた。私は、ほこりっぽい丸善の中の空気が、そのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした。私はしばらく、それを眺めていた。不意に、第二のアイディアが起こった。その奇妙な企みは、むしろ私をぎょっとさせた。それをそのままにしておいて、私は何食わぬ顔をして外へ出る。私は変にくすぐったい気持ちがした。出て行こうかな。そうだ、出て行こう。そして私は、スタスタ出て行った。変にくすぐったい気持ちが、街の上の私を微笑ませた。丸善の棚へ、黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた、奇怪な圧巻が私ね。もう十分後には、あの丸善が、美術の棚を中心として、大爆発をするのだったら、どんなに面白いだろう。私はこの想像を熱心に追求した。そしたら、あの気詰まりな丸善も、木っ端みじんだろう。そして私は、活動写真の看板画が、奇怪な趣で街を彩っている峡谷を下っていった。